よいしょ。じゃあ今日もね、ゼルダ、スカイウォードの続きをやっていきたいと思います。前回は、なんか、神殿の扉を見つけろって言われて、ダウジングで、やって。どう？この下が怪しいね。え、食らうんかい。食らうのかい。どの辺この下あ、あそこかおおおおおおっていけるのかないや、熱いねなるとこおいえこう行って、で、おっと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 、多分こっちやな。ソーリー、おっとっとっと、行き過ぎ。んかあ、ここだありがとう、ちまちゃんコインバッグありがとうございます出たて兄ばあちゃんいらっしゃいお茶店でありがとう名前変えたセフレセフレもはや壊れてるでしょ剣のリーフを中央に捧げ新たな神殿への道を進んでくださいこれ難しそう待ち一回セーブやいくかおっとベスベスやばいやばいやばいてどういくそうやな。マスターティモ。そこはマスターの力を鍛える3つ目の試練の場所、ディンの場所です。剣を鍛える最後の炎を探すにはマスターの心の最後の成長が必要です。難しいやつ。しもべファイバー外の世界にて時間をお待ちしておりますどうしようかなうわやべちょやばいやばいやばいってどっから進む？
周りを確認しない。あれ行く？どうしようかな。そこを先に回ろうか迷う。剣の音。これに割ったし。やべ。あ、やべ、取れなかった。うわー、出待ちされてる。オッケー、危ない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 、ただいま。ふぅ、90秒やで。まずいな。いやー、待って、死んだ。ちょっと、むず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 。最初上に上がった方がいいさ。こっち側取りに行こう。こっち側の。どうしようか。あ、死んだ。あー、難しいなこれ。あ、待って、ワンチャン、うん、これを押していけた。いや、走っていける、いける。いやー、やばい、やばい、いける、お前ならいける。オッケー。ここのやつは取れたから、あとはしっかり見極めて。岩だよ。あっ、側は向こう側から行かなきゃとなります。向こう側に。いや、無理でしょ。どうやって行くんだろう。あかねちゃん、おはよう。ん？どうやって行くんだ？向こう側にさ。倒れてねえのに、どうやって行くの？お？加えられちゃう。お？あ、死んじゃう。死んじゃう。死んじゃうんだけど。でも道あるんか。いい。ここやばくない？いや、待て待て待て、それはダメ、それはダメ、やば、やばいやばい。うわー、
ばかれる。うわあ、あばかれちゃう。危ねえ。怖え。怖えよ。裏側はどうやって降りればいいの？塞がってるもん。お？もう行き止まりだぞ。やべ、向こう側行けない。こちらの道ではなかろうもん。いいや。いいや、はい。行く？これは、凍らせない方よ。あらば、こっちから行けるはず。感じじゃなさそう。ちょっと待っていく。あ。やばい。やばい。時間が襲われる。勘弁し。ああ。やばい。くる。行ってしまわないわ。行くのです、ティモ。これを抑えて。ナイス。ノック。いやー。やめてくれ。目の前にあるのに。そこ何回でも死んでもいいのか。切られない限り大丈夫。やばい。おっぶね。死んでたまるか。こんなところで死んだか。お。全然。何？うわ、ここ終わらせといた方がいい。やべ、時間がなくなる。やばい、進行してる。あ、また落ちちゃったよ。間に合わんかな。まず襲われちゃう。めし押すなよ。 A 押すなよ。私 A 一回やけ。いやー、ダメだ。やばい。ここは一回諦めて。やっべー。来る。やばい。まず。やばすぎ、ちゃんちゃん。お。バランス。
バランスバランスバランス。またこれ効かんくなっとる。バランスだって。こっちこっち。そうそうそう。ちょ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 。登って。こっちこっち。こっち押してるんだよこれ。たまに効かなくなる現象やめて。あやちゃんも言っとった。よし。あ、よしよし。Y ボタン押したらなんとか効いた。オッケーオッケー。時間がなくなる。早く。オッケー。それで90秒。血はどうやっていく？この上か。とりあえずこう。バートに回して。ラス位置がなくない？ここに1個あるのは分かってる、うん、2個足りない。上の方だな。あと2個。はい、当たりない。あと1回で抑えなきゃ。上の方。簡単なのでは。ここに降りて、降りるね。寝まいね。あと一個だ。いけるぞピモ。赤い液体が溢れる。わあ、溢れちゃう。まず。まず。沈黙させない。あ。あと一個、あれだけ。来るね。やばいな。
頼む。オッケー。オッケー、そこ。あと1ワンセット。そこに戻るだけ。オッケー。いけた。天才。これ難しいね。あ、マーキュンいらっしゃい。と。よし。うん。耐熱イヤリング。どんな熱気も平気になれる。女神が残した三種の神器の一つ。いいえ。一発でいけた。お帰りなさいませ。マスターティモ、新しく手に入れた耐熱のイヤリングの力で灼熱対地、地帯への侵入も可能と推定。聖なる炎。オッケー、オッケー。綱渡りね、 Y を押したらエイムが戻って平気になった。渡りづらい時は Y を押すべき。ラウジング、なんつった、現在の目的。オルニッカさんの試練手に入れた。新たな場所、新たな場所へ行ける。熱帯リング、どこ行くんだ。ここだね。あてなって書いてある。あそこはどこら辺？上？上の方だね。行かなきゃ、行かなきゃいけない。落ちないで。フランクちゃんいらっしゃい。あ、ここか。多分ここ。オッケー。ここだ。
匂う、匂うぞ。マスターに報告、ここはオルディン火山の河口付近、山の山台にあります、うん、やばそうなのいっぱいいる。山頂セーブできるか。異常な高温感知されます。耐熱イヤリングの効力により守られている。そうそう、明日左と上がいける。右はやばそう。とりあえず上の上から調べて。うわーでしょうね。一回セーブさせて。セーブして、で上を目指すか。こっから目指す。右怪しいね。とりあえず、サギちゃんお茶ありがとう。こっち。ん？ここは何もない。お？なんだこれ、ボス戦？上に行きたいな。上に行くには回ってくるしかないか。ってことはこっち。うわー！オッケー、デブ。おお、またあったゴロ、元気にしてたゴロ。食のあたりでメガネのキューブ見かけたという噂を聞いている。ティッシュ！メガミキューブ。オッケー。もうカエルどうする？誰のかは木をうろうせ。かすれば道は開かれ。水？水？何かで水を持ってくる。水か、なんかありそうだ。もう一個向こうの道行ってみるか。水ってな。あっち。うわー、ここなんだろう、このステージ。邪魔。あー、そこにあるね。どうしようか。え？水？水を噴射するアイテムなんてないし。
ぜ。で、ここは後で来るっぽいよ。なんか水右にあったから、右じゃない、左にあったから、待って、ここから行けるんや。ここは反り返っていい。はい、いやー難しいでござる。水がもらえそうなとこ、こっちだね。この水を、あ、もしかしするとね、これじゃない、これをちょっともったいないけど1個飲む。そしてこれにカラビンに行く。 OK、 これをやつに飲ませる。冴えてる頭で、あいつをこいつに水をもたらさん。おお、天才。おお、炎が消えた頃、これで先に進める頃。これを何回か繰り返さなくちゃいけないっぽいから、また水を入れに。うわっ、ダメだ。よいしょ。天才か。天才現る。はいはい。え、こいつに何？あれ？遠くに？ああ。ぽよよん。回復なんだ。これあの上に行きたいね。ねか。ここで使えるのか。ちゃち、捨てたんだけど。あ？あ、爆弾があるのか。あ、ごめん。あで爆弾を使うっぽい。何かで爆弾で落とす。
そう、かからない。そうね、使い勝手。水汲んでこ、どうする、みんな、ここはどうする。とりあえず水汲んで、考えろ考えろ、あと魔力で作られた仕掛けのようです。詳細はファインにも不明です。え不明とか言われちゃった。爆弾がここにあるから何かあれば。あ？出てきてない。えい。あれ？おかていですね。うわぁ！どういこうか。あそこに爆弾あるから怪しいよね。にゃにゃにゃ。どっかもうちょい見渡せる。この穴は怪しい。あれは関係ないか。あの穴めちゃめちゃ怪しい。考えるな感情。ちょっと待ってよ、難しいぞ。みんなは分かった？この攻略。どうすればいいんだ。こうちゃんおはよう。ここ行きたいんだよ。
どうする？あれ簡単にいけたんだ。え、そんなことあります？いけたいけたんだけど、じゃあ早速盗むゴローとか。カエルに水あげるんだけど、そう、ここ上登れねえと思ったら簡単に登れた。わあ、そしてまた水いるな。簡単にいけたわ。なんでやねん、なんでやねん。うわあ、そしてもうちょい奥行くか。え？あれやばそう。こうやってあげるんか。おお、前にも見たごろ、怒りも怪しい感じ。これはきっと女神様のキューブのところ騒ぎじゃないごろ、何か大事なものが託されてるそうだごろ。今みたいな瓶じゃ無理そうだごろ。なんかこう、こいつに水をかけるのにふさわしい大きな入れ物とか持ってないごろ。そう、その中にいるような水もたくさんいるごろね。どうしたらいいごろ。水？いや、まさかな。水流のところに行ってでっかい亀をもらってくる的な。ああ。わざわざこんな遠いとこまで行く。あれなんかもらえそう。もらえそうな感じしたけどダメか。ただの模様かな。ただの模様。わ？パチン敵いるの。ゼロを伸ばす。ダメか。一旦セーブして、もう一回こいつの不釜だったら水流さんのところ、ああやっぱ水流のとこ行くか。じゃあフィローネ地方の水流に多分なんか話しかけるのかな。行ってみよう。フィローネ。まあ、クレア。
そんな遠くないし。自分の瓶食えるってこっちしかいない。ところ。これ。あれ。どこだ。見つけたかも。ここじゃねえ。内部ここじゃねえのか。どこだ。場所忘れちゃった。森の中。ならこっちか。駅前か。ここだ、ここ。な。あの釜もらうに。おーい。水がめの大量の水を確認。ただの炎を止める確率。おお、やっぱり。もらえないの。水がめを貸してほしいとな。ふむ、よかろう。金使ってよいぞ。よっしゃ。ナビシお茶店ありがとう。あいつ苦手とか言われて。はい、様、お待たせしたけど。今回は大物ケロだけど、オイラには手をかけるアセンシマイだけど。ゆたくん、お茶店ってありがとう。えい。やはりこの亀だったか。はいはい。で、火山へ向かう。チャルちゃん、おはよう。で空に戻れるタイプ。いける。青空に翼を広げ。ほい、ありがとう。ほんで、赤い星へ戻る。オッケー。早い早い。ほい、ついてこい。回復アイテム取っときたいと思うか。
で右端右上よいしょ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 いいよ感じ。おここが火山の入り口でケロね緑のマスターより早く到着するケロピューンかわいいなやつ。あれなに頂上だったら最初から早く言ってくるけど。いえ。オイラの盾になれけど。オイラの体に指一本触れさせるじゃないけど、ちょっと待って待って、それはしんどそう。なんか試されてる私。待ってよ。じゃあ。弓、むず。はい、弓がいるぞ。触れる。なに？まあいいや、あいつから弓を。わあ。わかった、わかった、わかった。ちょっと。やはり、弓ゲーだ。うおぉ！わかった、わかった、わかった。おいでおいで、こっちおいで。これ行くの。注目を浴びせて殺してやる。よし、あいつやべえな。どうしよっかな。もうチクビリング、チクビリング、ああ、そんな、チクビリングにやられた。あれ、いけた。肌がうまく。いいよ。まだいけてる。
キュッキュッキュッ魔物ぶっ殺す。出た、弱いや、ここと大変じゃないここ。おお、意味でなんてやってらんねえ。やばい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 。くそくこっちの道はちょ厳しい、やや厳しい。なのでこっちから行くか。死ぬ確率高いぞ。おいで。あん、こっち来て。セーブして、敵が多いときつい、3発ぐらい死ぬ。あいつも先に殺した。おお、あ、リムズどうする。左側に行きたいけど、変なウィーね。あっち側からぶっ2匹殺しちゃえばいける。おお、オッケーオッケー、任せ